今日はニッケル水素電池についてと、ニッケル水素電池の充電器についてお話ししたいと思います。先日動画で少し言及させていただいたんですけど、ニッケル水素電池はリチウムイオン電池と違って DIY で充電器を作ることができます。最近リチウムイオン電池に少し押され気味なニッケル水素電池なんですけど、実際はまだまだ今後も使われていくと思います。 Amazon とかで調べてみても、単3や単4型の乾電池型のニッケル水素電池はどんどん安くなってきてますんで、今後もまだまだ使われていくと思います。ニッケル水素電池のメリットについてお話ししますと、現状ではありますけど、リチウムイオン電池に比べて安全なことが使われる理由だと思います。リチウムイオン電池はよく発火だ、爆発だ、いろいろ話題に事欠かないんですけど、ニッケル水素電池が爆発したとか燃えたとか、そういう話はほとんど聞いたことがありません。充電回路も単純なので壊れることも少ないと思いますし、比較的に安全に運用できます。またニッケル水素電池がリチウムイオン電池に比べて優れている点として、あんまり知られてないんですけど、ニッケル水素電池の方がリチウムイオン電池よりパワーがあります。大きな電流を取り出すことができます。実は一番大きな電流を取り出せるのがニッカド電池っていうやつなんですけど、ニッカド電池ほどではないですけど、ニッケル水素電池もリチウムイオン電池に比べればハイパワーです。それでは前置きはこのぐらいにして、僕が自作したニッケル水素充電器についてご紹介したいと思います。それでは簡単ではありますけど、僕が作ったニッケル水素バッテリーの充電器についてご説明したいと思います。僕が作ったバッテリー充電器はこちらのような3個直列になった 3.6V のバッテリーパックの充電器です。この充電器の中心にあるのがこちらの 2903D という2回路入りコンパレーターという IC です。コンパレーターっていうのは2つの電圧を比較してどちらの電圧が高いかによってオンしたりオンしなかったりを決められる IC です。今回の場合は2回路ありまして、1回路はニッケル水素電池の電圧を監視します。ニッケル水素電池が充電されるに従って電圧がどんどん上昇してくるんですけど、ある一定以上の電圧になればこちらの緑の LED がつくようになっています。もう1回路ありまして、電池に温度センサーがついてまして、そちらから来た電圧を監視することによってある一定以上の温度になると充電が停止するようになっています。先ほどニッケル水素バッテリーの電圧を監視して一定以上になったら緑の LED をつけるという話をしましたけれども、じゃあなんで満充電付近の電圧になったら緑の LED をつけるんじゃなくて充電を停止すればいいと思うんですけど、これがニッケル水素バッテリーのちょっと難しいところで、ニッケル水素バッテリーっていうのは温度が上がると電圧が下がるっていう特徴を持っています。ですので、たとえ電圧を監視していたとしても電池の温度によって電圧が変わってきてしまうんで、電圧を監視するだけでは本当に満充電になったかどうかっていうのは分かりません。じゃあどうすればいいのかという話になると思うんですけど、それが先ほど少しお話しした温度センサーで電池の温度を測るという方法です。ニッケル水素バッテリーが満充電付近になってくると、もうエネルギーを貯めることができないので、充電器から流れてきた電気っていうのは電池の内部でどんどん熱に変わっていきます。そして満充電になるとどんどん電池が溜まっていくので、どんどん電池のバッテリー電圧は下がっていく現象が起きます。市販の充電器ですと、その電池のバッテリー電圧の低下を検出して充電を止めるっていう回路になっている場合が多いみたいなんですけど、僕の場合はそんな小難しいことがちょっとできないので、直接電池の温度を測って満充電になって電池が温まってきたら、その温度を検出して充電を停止する仕組みになっています。35度以上で停止するようになっているんで、あまり電池も高温にならずに確実に満充電が検出できると思います。ここで少し詳しい方なら分かってしまうと思うんですけど、電池の温度で充電のオンオフを制御している以上、電池の温度が一定以上になって充電がオフになった瞬間にまた温度は下がり始めるので、またオンになる、いわゆるチャタリングっていう問題が起きるんじゃないかって思われると思うんですけど、実際は温度の変化っていうのは結構緩やかで、充電が停止して温度がまた低下して充電がまた開始になるまでのサイクルは30分ぐらいあるんで、チャタリングというほどの問題にはなりません。温度が上がって充電が停止すると赤い LED がつくようになっていますので、こちらの緑の LED のバッテリー電圧と電池の温度の赤い LED の2段構えで満充電を見れるようになっています。
実際の充電器はこちらになります。 USB の AC アダプターで充電しています。こちらは以前の動画でご紹介した DIY で作った掃除機です。こちらの D サブを使ったバッテリーパックについても以前の動画でご紹介しています。充電はまず掃除機のこちらのコネクタを外します。そして充電器のコネクタをこちらに接続します。あとはこちらをコンセントに挿せば充電することができます。